こんにちは、ネイチャーエンジニアの亀田です。今回はマガモンについてパートナーの万吉と一緒に紹介していきます。マガモはカモ目カモ科という分類グループに属するカモの仲間です。このマガモの最大の特徴は、なんといっても美しい緑色の頭です。この頭が本当に綺麗でですね、出会うとついつい目が奪われてしまうんですね。ちなみにこの美しい緑色は構造色という仕組みによるものです。構造色は光の反射によって見える色で、日の当たり方によって色が大きく変化するんですよね。だから見る角度を変えたり、影などで見たりすると鈍い色に見えたりします。一方でいい角度から見られるとめちゃめちゃ美しく見えたりするんですね。こんな感じに美しさが変化するのが観察していて面白いんですね。ところで、この緑色の頭を持つのはオスの姿です。実はメスの姿はオスよりも地味。メスはカルガモに似た姿をしていますが、くちばしのベースはオレンジ色になっていて、上の方が黒みがかっているのが見分けポイントです。マガモに限らず、鳥はメスよりもオスの方が目立つ姿をしているものが多いのですが、これはオスがメスにアピールをするためと言われています。だからカモが派手な姿になるのも繁殖期の時のみ。派手な姿になるのは天敵に狙われやすくリスクもあるので、オスも繁殖中でない時期は地味な姿になるんですね。写真はメスに似た地味な姿をしていますが、くちばし全体が黄色なのでオスだと思われます。このようなオスの非繁殖期の地味な姿のことをエクリプスと言います。冬に飛来するカモの仲間は、飛来直後はエクリプスの姿で、滞在中に繁殖羽という鮮やかな姿に変わっていきます。季節に応じたこの変身を観察するのもカモ観察の醍醐味なのです。ちなみにマガモは僕らにとって非常に身近なカモです。というのも、日本で見られるカモの多くは冬鳥であり、冬になると日本に飛来してくるのですが、マガモは日本で最も飛来数が多いカモだからです。川とか湖の他に身近な公園の池などでも見られるので、最も身近な冬ガモとも言えると思います。また庭園のような環境の水上にはマガモがよくいる印象がありますね。紅葉の季節に庭園の池に浮かんでいる姿はとっても趣があります。このようにマガモは身近なカモですが、身近な鳥すぎて多くのバードウォッチャーにはあまり注目されない印象です。しかし考え方を変えてみると、こんなに美しい姿の鳥が身近な場所で見られるなんて、むしろとってもラッキーなんですよね。天気の良い日はこのマガモの美しい頭が観察できるチャンスですので、ぜひ観察してみてください。僕の開発したゲームアプリ鳥パラダイスも配信中です。森や田園など様々なフィールドで野鳥観察ができるゲームなので、よかったらぜひ遊んでみてください。ネイチャーエンジニア生き物チャンネルでは、身近に見られるいろいろな生き物たちの紹介をしています。もし参考になったと思ったら、いいね、チャンネル登録をよろしくお願いします。